ふう、なんだか世界の平和が不安定になってきたよな。なんか言い方がムカつくわね。今回は、警告が、日本米国 vs 中国の戦争時、どっち側につくべきか迷っているというなんとも情けない話なんだぜ。これはやばい予感。それでは皆さん最後まで、ゆっくりしていってね。警告の記事で、C 国と日本が戦争した場合、警告はどちらに味方するのかという内容が、話題になっていたから解説するぜ。まだ心の準備ができてないわ、怖い怖い。しかもその中で、中立はダメですか？なんていうわけのわからない意見もあった。はぁ、聞くわぁ。警告は一体いつまで作法体制の時代の感覚を引きずっているんだろうね。情けな。全くその通りだな。まずは警告の声を見て、日中の軍事力を調べていくぜ。今回の話って、過去にあった朝鮮戦争と同じようなシチュエーションになったら警告はどうするかっていう想定だよね。その通りだ。少しは歴史のことを知っている人なら、警告はどうすべきか簡単に答えが出ると思うんだけどな。朝鮮戦争では、劣勢だった連合軍がインチョン上陸とかで挽回して、北軍を C 国近くまで追い詰めたんだったよね。ああ、マッカーサーが警告を聞かずにさらに北進したから、C 国の介入を許すことになったがな。ってことは、C 国としては朝鮮半島に対する影響力とか領土支配の意欲を持っているってことなのね。そう考えていいかもな。だから、日本と C 国が戦争になった場合、米国との同盟国である警告は、日本と米国と共に戦わなければ、かつてのように C 国の属国になってしまうのは明確なんだ。そうか。朝鮮半島が過去に C 国の属国のような状況にあったんだものね。そういうことだ。日本と C 国が尖閣方面で戦争になった時には、警告が、先に C 国に支援を受けた北に攻められる可能性がある。ほほう、警告ってなんでそんな C 国と北にペコペコしちゃうんだろうね。完全に四面楚歌なのに理解しがたいぜ。じゃあ、警告民はどんな意見を持っているのかな？どっちに味方しても警告が戦場になるから、中立はできないですか？なんていう意見もあった。中立とかスイスの真似してんじゃねえよ。日本には共産党とかエスミン党みたいな脳内お花畑の人がいるけど、やっぱり警告にもそういう人がいるんだね。あとは、無条件で日本だろという人と、そうなると C 国という人とに分かれていた。へぇ、C 国っていう意見の人がいるんだ、やっぱり。警告人の意識って、やっぱり作法体制が根強いのかな。ただ、やっぱり理性的な意見が多いんだぜ。日本です。日本が台湾独立に協力する理由は、C 国が台湾を奪えば次は日本、警告を占領すると分かっているからです、という意見もあった。あの国はそういう腹積もりだろうよ。C 国の野心はすごいから、日本と警告がちゃんと連携しないとダメだよね。あとは、C 国は絶対ダメだろ、堂々とアメリカを裏切ることはできないなんていう意見もあった。うんうん。最初は警告の意見を聞いていて心配になったけど、まともな意見の人が多くいて安心した。あの国も政治家がぶっ飛んでるだけで、国民は意外と冷静に分析できてるのね。そうだといいがな。では、今回の本題である日本と C 国が戦争になったら、という想定について解説していくぜ。わかったわ。まずは、お互いの戦力の比較についてだ。C 国と言ったら、やっぱり人口が半端ないから、数に物を言わせてくるっていうイメージがあるよ。それは言えるな。日本の人口の約1億3000万に対し、C 国が13億9000万で、約10倍強なんだ。多すぎだろ。C 国のお父さん頑張りすぎ。しかし、こう言われると、なかなか絶望的な差だね。肝心の兵力差はどうなっているの？日本の総兵力は25万で、C 国は269万、これまた約10倍。人口の比率と一致している形だな。おう、10倍の敵か、これは厄介だね。少数精鋭という自衛隊ならなんとか立ち向かえるかな？あとは兵器保有数も重要だぜ。戦闘機保有数は日本が300機で C 国は1222機と、4倍の差がある。マジかよ。そして、戦車は日本が1004台で C 国は13050台。13倍の違いがある。もう聞きたくないわ、陸、空と来たらあとは海ね。日本の主要艦艇数は131隻で、C 国は714隻、6倍の差があるんだ。結局、日本が C 国を上回っている要素はなかったってことね。確かに数字だけ見れば大きな差があるんだが、一部の人は決して悲観するものではないとしているんだぜ。実際は、日本の方が航空戦力及び海軍力では有利ではないかという意見すらあるんだ。それは意外だったよ。どうしてそうなるの？その理由だが、C 国と周辺地域の国々の関係にあるんだ。
では、C国と周辺国の関係について解説するぜ。C国って、いろんな国から厄介者扱いされているのは知っているけど、その関係性って確かに興味があるわ。C国メディアによると、C国は日本、インド、台湾、インドネシア、フィリピン、ベトナム、マレーシアなどの国々と領土問題を抱えているんだ。特に、C国インド国境地帯の領土紛争により両国は激しく対立しているぜ。C国とインドといったら、カシミール地方とかでいろいろと紛争を繰り返してきたよね。確かにそれは有名な話だよな。実は、C国はインドとの領土問題を有利に運ぶべくいろいろな工作を仕掛けている。例えば、国境問題を抱えるブータンと国境確定交渉加速の覚書を交わし、ブータンの後ろ盾となっているインドを牽制している。なるほどね。じゃあ、C国とインドは最近でも揉め事は起こしているの？ああ、しっかり起こしているんだぜ。4000km 以上の未確定国境線をめぐり対峙している C国とインドは、最近インド北部の国境付近で、死者の出る軍事衝突まで発生させているんだ。やば、一歩間違えたら戦争になっちゃうね。怖いよ。実は、C国はインド以外の国ともいろいろと険悪な状態になっている。2021年には、南シナ海のボルネオ島近くで1ヶ月以上にわたり、C国戦とマレーシア戦の一触即発の睨み合いが続いた。ほうほう、これって日本の尖閣諸島と同じような状況ね。C国って本当に見境がないね。なんでマレーシアの船と揉めることになったの？マレーシア公認の掘削船が、C国政府も領有権を主張する海域で資源探査を行っていた時のことだ。C国海警局の船と一緒に C国調査船もその海域に入り、調査を開始したんだ。なんて厚かましい。クソが、傍若無人というのはこのことだね。マレーシア政府も黙っていない。同海域に海軍艦艇を派遣した。その後、南シナ海でマレーシア海軍と合同演習を行っていた米軍艦が支援した。米軍まで出てくるってことは、C国の振る舞いは世界中が見ているぞっていう警告なのかもね。とにかく、C国船は、C国が領有権を主張する海域で資源探査を行う他国の船をしつこく追跡すると批判されている。マレーシアやインドネシアといった南シナ海周辺の主要国との新たな紛争を引き起こす恐れがあると指摘する声もあるんだ。確か、C国は南シナ海でやりたい放題しているからみんなが困っているんだったよね。ああ、C国が人工島の建設を進めている南沙を含む南シナ海周辺のことだな。ベトナム、フィリピンなどの東南アジア諸国が領有権を主張しているんだ。なんと C国が領有権を主張する範囲は、他国が領有権を主張する範囲と比べて飛び抜けて広く、海南島からインドネシアの先端まで、南シナ海のほぼ全域に及んでいるぜ。どんだけ厚かましいのよ、C国は。C国の主張は2016年の国際法廷で無効判決が下されている。でも、C国政府は島々に滑走路や港、レーダー施設などの軍事施設を建設して、実効支配を強化し始めたんだ。こんな状況じゃ、C国と敵対している国が手を組んで立ち向かう機運が高まりそうだね。そうなんだぜ。周辺国とことごとくトラブルを起こし、国内にも多くの民族を抱えているから、実は C 国は国内外で敵が多い状況だ。つまり、周りに敵ばかりいる C 国は、全兵力を日本に向けることが難しいってことなんだね。わかってくれて嬉しいぜ。まさにそこがポイントなんだ。実はその他にも、C 国が日本に簡単に勝つことができない理由があるんだ。それは科学技術分野だ。確かに、日本は科学技術立国というコンセプトをぶち上げて久しいものね。その通りで、科学技術の高さは国の発展を支える重要な要素の一つなんだ。実は、ある海外メディアは、科学技術分野でアメリカ、日本、ドイツに C 国はまだまだ及ばないと結論付けているんだ。それはわかる気がするよ。やっぱり一番はアメリカだよね。もちろんそうだぜ。アメリカは世界最大の経済力を背景に、科学技術分野に積極的に投資している。世界中大製造業者のうち、アメリカの製造業者が4社ランクインしているほどだ。さすが超大国アメリカ。じゃあ、日本は何位なのかな？日本は2位だぜ。何せ高い教育水準を背景にノーベル賞受賞者を多数輩出しているからな。世界トップレベルの精密機器メーカーのうち、日本企業は6社もあるんだ。日本の光学レンズ分野は世界トップであり、この分野には多くの国が追いつけないほどと評価されているぜ。日本ってそんなに高い評価を受けているの？すごいね。3位はドイツで、世界トップレベルの精密機器メーカーのうち、ドイツ企業は4社あるんだ。中でも軍需産業や超精密機器製造技術はトップレベルなんだ。なるほどね。こんな状況なら C 国は日本にまだまだ追いつけなさそうだね。そういうことだ。最後に、今回の本題である警告は日本、
または C国のどちらにつくべきかという話題について、警告の反応に対する日本の声を紹介するぜ。ネタとして興味があるわ。まずは、日本にレーダー照射する国が味方になられても、とか、中立は絶対無理だろ、という意見があった。そりゃそうだよね。日本人としては警告のことを心底信頼できない事情があるからね。あとは、迷うようなことではない。C国に行ってくれ。味方にすると一番怖いという人もいるもんね。日本がどこの国と戦争しようが警告は永遠に敵だよ。負けそうになれば裏切るのは分かっているんでお断り。厳しいわ。まあ、こういう評価になるような前歴があるから仕方ないけどさ。まあ、警告の人には C国の傍若無人な振る舞いを冷静に捉えてほしいものだな。冷静に捉えられる国ならこんなちぐはぐな外交しとらんわ。ねえ霊夢、ステルスってすごいよね。え、ステルス、ああ、確かにすごいわよね。キッチンとかによく使われてるし。はあ、それステンレスや。嘘嘘冗談よ、あのレーダーにあれや、これや、それね。ほんまわかっとるんかいなこいつ。多くの人は、ステルス機とはレーダーに映らない航空機である、と認識していることと思われますが、これは正確とは言えないんだ。え、そうなの？こいつは欠かせないくせに。なぜならばステルス機といえども、レーダーに対して不可視ではなく、映りにくい、だけであり。1999年には実際に F-117 がレーダー誘導型地対空ミサイルによって撃墜された事例がある。ほえ、そうなのね。ではステルス機はどのようにしてレーダーに対して映りにくくしているのでしょうか。そのためにはまずレーダーとはどのようにして航空機を探知しているかを知る必要がある。うんうん。まずレーダーとは電波を照射し、空中に存在する何らかの物体、航空機や雨雲など、にぶつかって戻ってきた反射波を受信する装置。電波は高速、秒速30万キロ、で進むため、反射波が戻ってくるまでの時間を計測することによって物体までの距離を知ることができる。例えば1000分の1秒後に反射波を受信できた場合は往復300キロを進んだことになりますから、150キロ先に物体があると知ることができるわけ。とにかくすごいのね。ステルスとは、自分にぶつかってきた電波を発信源に戻さない、ことによって達成されます。つまり電波を照射した側は反射波を捉えられないわけですから、何もない空間であると認知することになる。この、電波反射波方向のコントロールは、形状制御、と呼ばれる技術によって達成されてるんだ。形状制御？わかりやすく単純化するならば、鏡の角度を45度にした場合、自分の姿は90度直角の位置にいる人には見えるが自分自身は見えない理屈、を電波に置き換えた機体設計であると言える。例えば F20 には主翼前縁、垂直尾翼や水平尾翼の前縁、空気流入口の前縁など、多くの部分は正面から向かって42度の角度が設けられており、正面からぶつかってきた電波が均一に真横に跳ね返るよう配慮されている。F22 の機体には電波吸収材なども使用されていて電波吸収材はその知名度とは裏腹に、それそのものだけではあまり効果がなく、あくまでも形状制御を達成する目的に使われるものであり、逆に電波反射材が使われている部分もあるんだ。F22 は発信源からの見かけ上の角度が42度となった場合はどうしても大きい反射波を返してしまうものの、移動する F22 の見かけ上の角度は絶えず変化しますから、探知される時間はほんのわずかで済むということだ。あ、うん、ありがとう、よくわかったわ。ここから本題の中国海軍の55南昌9駆逐艦にステルス機を発見されたことについて、中国への日本の対策について解説していくよ。げげ、ここから本題。近年の中国海軍といえば、航空母艦として中国での一番艦で練習艦とも言われる遼寧、や初の国産化を果たした山東、などが、台湾沖や南シナ海で演習を行うなど、その活発さが目につくよね。そうだね、日本の領海付近で訓練してるよね。ただし2021年には、こうした遼寧、や山東、が中国の沿岸部で活動を停止して長時間停泊したままの状態であったり、アメリカ海軍の駆逐艦に接近されたりと、まだ本格的な戦力とはいかねるようだよ。日本には強気だけどさすがにアメリカには弱腰なのかな。まあそれでも中国は、これらに続くさらに大型で原子力推進、そして電磁式カタパルト等を実装した航空母艦の建造を再開していると見られ、いずれは脅威度を増してくることは間違いないだろう。確かにどんどん軍事拡大していってるよね。
航空母艦を効率的に運用するにはアメリカ海軍のような空母打撃群の編成が必須であるし、防御力の脆弱な航空母艦を周囲で護衛する艦艇を多数配備することが避けられない。アメリカ海軍では大型の原子力航空母艦1隻を、攻撃型原子力潜水艦1隻、タイコンデロガ級ミサイル巡洋艦1隻、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦2隻とその他補給艦などで構成する体制を敷いているんだ。これらを含めて1ユニットの空母打撃群と総称しているが、11隻の大型原子力航空母艦を保有しているため、最大で11ユニットもの数を運用しており、修理、点検、訓練、休養のローテーションを維持しているとのことだよ。ほえー、莫大な予算と人員が必要ね。これだけ大掛かりな空母打撃群を保有するからこそ、アメリカ海軍は世界中にその戦力を投入することが可能であり、イギリスやフランス、ロシアなどの他の航空母艦保有国を圧倒する展開力を持つんだぜ。こんな国と密に繋がっているのが日本だと考えると誇らしいよね。中国海軍としては、一気にアメリカ並みに世界中に派遣できる空母打撃群を編成するには同様に、11隻以上の大型の航空母艦を用意する必要があるだろうけど、西太平洋に限定するならばもっと早まるだろうと予想されているね。作れたとしても人員の育成には時間がかかりそうね。そうした中国海軍の拡張の中で、これらの空母打撃群の艦隊防空を担い得る規模の大型の水上戦闘艦が55型南昌級駆逐艦であり、すでに2020年に収益を始めていて、今後大量建造されるだろうと囁かれているよ。2021年3月には、この55型南昌級駆逐艦を中核とした水上戦闘艦のみで構成された艦隊が、対馬海峡の公海上を通過して日本海方面へ北上したことが報じられ、自衛隊も監視活動を強めているようだね。55型南昌級駆逐艦って具体的にはどんな駆逐艦なの？55型南昌級駆逐艦は基準排水量1万1000トン、満載排水量1万3000トン、全長180メートル。全幅19メートルの艦隊に、コガブ方式の機関部で、最大出力13万馬力、最大速力32ノット、航続距離5000海里とされているよ。ちなみに現行のアメリカ海軍のタイコンデロが9巡洋艦が、基準排水量7242トン、満載排水量1万10トン、全長 172.46 メートル、全幅 16.76 メートルで、最大出力 8.6 万馬力、最大速力30ノット。このため、55型南昌級駆逐艦は大きさ、容積ともにタイコンデロが9巡洋艦を上回っており、アメリカをはじめとする西側諸国ではミサイル巡洋艦とみなし、米帆型巡洋艦として認識されている。2021年時点で、この55型南昌級駆逐艦をしのぐ排水量の水上戦闘艦はアメリカ海軍のズムボルト級駆逐艦3隻と、ロシアのキーロフ級巡洋艦4隻しか存在しておらず、すでに両者とも建造は終了しているんだ。そこからすれば中国海軍の55型南昌級駆逐艦は事実上建造が継続されている中では世界最大の水上戦闘艦艇であり、すでに3隻が就役、5隻が建造中、追加で8隻が予定されているぜ。中国の製造能力は脅威ね、性能はさておき。55型南昌級駆逐艦はその大きさから兵装の多さも特徴で、主砲には全級の52型駆逐艦同様に、HPJ45 型 130mm 単装砲1機、中核には GJB5862006 型 VLS を合計112セル装備していると見られているんだ。GJB5862006 型 VLS って？この GJB5862006 型 VLS は、アメリカ軍をはじめとする西側諸国標準のマーク 41VLS より、1セルあたりの容積が約 1.6 倍とも言われており、艦首部分に64セル、艦中央に48セルが配置されている。GJB5862006 型 VLS には、艦対空ミサイルとしては射程距離約 200km の長距離用の HH99B や、同約 30km の中距離用の HQ-16 を搭載して運用することができると言われているぜ。また、艦隊艦、艦隊機の両方に使用できる YJ-18 も搭載可能であり、こちらは射程距離が約 220-540km までと推定値にもばらつきがあるが、中長距離攻撃が可能であることは間違いないだろうな。55型南昌級駆逐艦はこうした兵装を運用するために S および X バンドのアクティブフェイズドアレイレーダーを備え、これらに加えてステルス機探知用の UHF 隊に対応しているとの指摘もあるんだ。
仮にこうしたステルス機探知能力の保有が事実だとすれば、日本が調達中の F-35A やこれに搭載する JMS ミサイルは、海面近くの低空の場合 200km 未満の射程距離になる恐れもあり、 HH-99B で撃墜される恐れも生じるんだよね。恐ろしや。そこでそうした事態を回避する方策として、F-15J に改修を施し、射程距離 900km 以上の空対地ミサイル、JSSMER を、ベースに最大射程 800km と言われる空対艦ミサイル、LRASM の取得を目指しているってのが現状だぜ。超長距離から一方的に迎撃する構えなんだね。現状では空対艦ミサイル、LRASM の射程距離を上回る艦対空ミサイルは存在しないため、敵の射程距離外からのアウトレンジ攻撃を可能とし、敵艦艇の接近を阻止しようとする方針だね。今後もシーソーは続くのね。なあ、霊夢、人類皆仲良くできないものかな。何よ、いきなり壮大なテーマで語ってくるわね。誰もが平和が一番だと分かっているのになぜ争いは起きるんだろう。まあ、権力だったりお金とかにしがみつく輩がいるからじゃない。日本の近隣にはそのならず者が多いよな。ああ、進行中の R や C 国や K 国な。日本近海で行われている中国とロシアの牽制行為はみんなももう知っているよね。国名伏せたのに言っちゃうんかい。これに対して日本とアメリカがスクランブル対応を繰り広げている中、アメリカ軍の超音速戦略爆撃機 B-1 がスクランブルする事案が起きていたらしいよ。爆撃機って、ただごとじゃないわね。これには中国もロシアもさぞ驚いたはずだぜ。領空侵犯をされてしまった日本はどのように対応したの？そこ気になるところだよね。もともと中国とロシアの両国は、中ロ合同警備と称して日本海や東シナ海を飛行しており、それに呼応するために日本も絶えずスクランブル発進を行っている実情がある。ことの発端は2020年12月22日中国空軍とロシア空軍に所属する爆撃機合計6機が日本海及び東シナ海方面を飛行し、これに呼応して航空自衛隊機がスクランブルを行ったんだ。ほほう、スクランブル行ったんだね。防衛省によると、当時飛行していた機体は中国空軍の H6 爆撃機4機とロシア空軍のツポレフ95ツポレフ爆撃機2機であったとされており、このうち H6 が2機とツポレフ95が2機、計4機が東シナ海上の五島列島沖合の上空で合流し、そのまま尖閣諸島方面に飛行したらしいんだ。中国とロシアの爆撃機は息のあった編隊を組み、尖閣諸島手前の宮古海峡上空を飛行して太平洋方面に抜けた後、再び宮古海峡上空に戻り、今度は北上してそのまま飛び去るという謎の行動をとって日本上空から姿を消したんだけど、尖閣諸島周辺にこだわって航行したところを見ると、中国の強烈な意志を感じざるを得ないよね。ほんとしつこいわよね。今回飛来した中国の H6 爆撃機は、中国人民解放軍が装備している大型爆撃機で、ロシアのツポレフ16爆撃機を国産化した機体であり、今回コンビを組んだツポレフ95とは異母兄弟でもある機体であることから、一種の連携訓練を行った可能性も感じられるんだ。一方のツポレフ95は1950年代に開発された長距離戦略爆撃機で、 B-29 のデッドコピーであるツポレフ4の発展型とも呼べる機体で、今の時代にはロートル機と言ってもいい飛行機だが、極東方面には未だに多数の機体が配備されているとされているぜ。このコンビネーション、実は2019年7月にも行われていて、その際も両国は今回と同様に合同でのパトロールだと発表しているなど、悪意があることは見え見えなんだよね。じゃあ誰に対する悪意なのかと問われれば、日本であることは間違いないんだよな。でしょうね。だが、その背後に控えているアメリカに対しても何らかの意図があることは間違いないぜ。どんな意図があるの？問題は、この行動を主導しているのは中国なのか、それともロシアなのかという点だな。中国にしてみれば、尖閣諸島を奪取したい意図はありありだしね。沖縄を含めて、第一列島線、なる防衛ラインを勝手に引き、アメリカの攻撃があった場合は南西諸島を、防衛ラインにして中国本土への侵入を防ぐ意図があるわけで、日本だけでなくアメリカに対しても強烈なプレッシャーを与えようとしていることは事実だよね。実際、沖縄も南西諸島も中国は欲しがっているぞ、というのは伝わってくるし、すでに沖縄本島には多くの中国系活動家が沖縄県民を扇動しているのではないかとも言われているぜ。でも沖縄には米軍基地もあるし、簡単には手は出せないよね。日米同盟がある限り、どの国も簡単に日本に手を出すことはできない。
だが日米同盟が破棄、もしくは米軍基地が撤退するようなことが起こればたちまち領土を狙われることは明らかだよ。日本だって何もしていないわけではなく、オーカス、オーストラリア、イギリス、アメリカという三国間の軍事同盟に加入する動きを見せている。すご。軍事同盟を組めば参加しているそれぞれの国で有事が起これば助けてくれるってことだね。まあそういうことだね。ところでここまで B1 爆撃機の話全然出てなくない？今から話そうと思ってたところだ。2020年12月23日アメリカ空軍の B1B ランサー爆撃機がグアム島のアンダーセン飛行場から発進し、台湾とフィリピンの沖合上空から南シナ海へ進出し、中国が実効支配している南沙諸島空域を積極的に警戒飛行したらしいよ。アメリカからすれば沖縄にはアメリカの基地もあるんだぞと言いたいわけで、見事に異種返しに成功したのかもしれない。さすがアメリカさんね。中国にしっかり刺激を与えておいたというのがことの真相なのかもね。何かあったらただじゃおかないと脅したのね。そうだね。南沙諸島や尖閣諸島、それに台湾において G 行動を繰り返す中国のみに対してプレッシャーを与える行動に出たものと思われるね。今回注目すべきは、アメリカが使った飛行機が B1 爆撃機であることだよ。ほいきた。B1 戦闘機はアメリカのロックウェル社が開発し、アメリカ空軍が運用している可変翼超音速戦略爆撃機のことで、B 型から付けられた愛称、ランサー、は、槍騎兵、という意味の単語であり、強力な攻撃力を誇示する名称とも言えるんだ。なんかかっけえ。さらに B1 爆撃機は実戦経験も豊富なことは中国やロシアも十分承知しているだろうな。直近では普及の自由作戦、アフガニスタン紛争、やイラク戦争、オデッセイの夜明け作戦、リビア内戦、シリア内戦におけるコバニ包囲戦など、数多くの戦場に実戦投入されている経験値の高い爆撃機だね。実際、2016年から始まった北朝鮮による核実験やミサイルの発射に対しての G 行動の際には、グアム島アンダーセン空軍基地より朝鮮半島方面へ複数回飛来してその姿を見せつけており、2022年も航空自衛隊や韓国軍との共同訓練で使用されることも多く、同盟国との連携作戦能力もしっかり誇示しているランサーという名前にふさわしい活躍を見せているよ。ほほう。特に今回スクランブルを行った B1B 爆撃機の能力は、中国やロシア、それに北朝鮮が聞いたら恐れをののくこと間違いないよね。爆撃の基本能力とも言える超低空進行による爆弾攻撃、通常の戦略爆撃巡航ミサイルプラットフォームなどの任務を遂行するだけでなく、それらの任務を実行するために地形追随レーダー、赤外線監視装置、ドップラーレーダー、ECM システムなど、充実した電子機器を搭載していることであらゆる困難を排除して任務を遂行できるハイスペックな機体に仕上がっているんだから。とにかく半端なく強いんだね。さらに恐るべきは、ステルス性能を有している点だろうな。もし中国やロシア、それに北朝鮮だって自国領海に秘密裏に潜入されれば、なすすべもないハイスペックなわけだし。特に北朝鮮なんかはミサイル発射基地や核実験施設、挙句の果てには金正恩委員長の隠れ家などを、ピンポイントで爆撃されるかもしれないとなれば、国家の一大事になるだろうぜ。そんな爆撃機があえてグアムからやってきたことの意味は、中国やロシアにもわかるはずだよね。ああ、舐めたことすんなよってブチ切れてるんだろうね。大子は、B1B 爆撃機が実際にスクランブル発進を行った後、両国の合同パトロールは未実施となっていることから、両国に対して強烈なプレッシャーを与えることができたのは事実のようだね。ちなみに日本の航空自衛隊も中国&ロシアの領空侵犯にはちゃんとスクランブルを行って対抗していたぜ。そもそも日本の領空侵犯だから、まずは航空自衛隊が対処するのが基本なわけで、それでも困難な場合にアメリカが、というのも実はない話なんだよな。かつて北朝鮮の不審船が日本海を逃走した事件があったけど、あの時も不審船に対応したのは航空自衛隊と海上自衛隊、それに海上保安庁といった日本政府の機関のみであり、アメリカ軍は一切対応していないもんね。確かにそうね。この時アメリカ軍が直接対応していれば不審船に逃走されることはなかったのかもしれないけど、アメリカが日米安保条約の義務を行使したとなれば、日本&アメリカ VS 北朝鮮の構図が生まれ、アメリカ本土に弾道ミサイルをぶち込まれてしまうリスクは明らかに高まっていただろうね。そういう意味もあることから、スクランブル発進は基本的に航空自衛隊が対応するんだけど、今回のようにアメリカが
T-1B 爆撃機を繰り出して G 行動に出たことは、極めて珍しいことと考えていいだろうね。アメリカはきな臭いことに気がついてるのかもしれないわ。さて、スクランブル発進って日本だけがやっていることじゃなく、日本海の場合は韓国だってスクランブル発進を行うことがあるんだ。今回の中国&ロシアの飛行について、韓国は中国から事前に航行の通達を受けていたことがわかっているよ。というのも、韓国と中国との間では領土係争地となっている伊予土の干渉を抱えており、この近辺を飛行することもあり、中国から飛行するけど帰国に対はないと事前通告を受けていたみたい。だけどパートナーであるロシアは韓国の主張する防空識別圏を認めていないため、事前通告は行われなかったようだね。ちなみに韓国がスクランブル発進を行ったのは竹島周辺の領空で通告をしていなかった、ロシア空軍機に対してスクランブルを行ったという意味になるな。竹島は日本の領土なんだけどね。韓国自身、竹島は韓国の領土と主張する以上、スクランブル発進をしないと、お前ん家に土足で入ったけど何にもしてこなかったなとあざけり笑われてしまうから。確かにそうね。中国様が一緒にいると分かっていてもスクランブルをかけるしかなかったようだな。中国にスクランブルするけど怒らないでねって連絡してそうだね。日本が置かれている環境は、各国の利害関係が複雑に絡み合っていることから、いつ何が起きてもおかしくない状況なんだ。アメリカとロシアの事情、アメリカと中国の事情など直接関係のない諸外国の事情に影響を受ける状況であること、そのことを全ての国民が十分に認識しておく必要があるだろうね。そうね、平和が一番。今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。